さん。 お休み中はうんと遊んでうんと勉強して丈夫ないい子になってください。 9月にまたお会いしましょう。 さようなら。 石川先生、石川先生、キャンプに行きませんか。ダメなんです。広島へ帰るんですから。石川先生、広島だったの。ええ。いいなあ、帰るうちのある人は。僕なんかこの島に生まれたもんじゃけ、どっこにも帰られない。でしたく行ってらっしゃるわ。こんないいところに生まれちゃって。ねえ。 明日の支度があるじゃろうけ。いいえ、何もありゃしません。このまま行ってくるつもりですけ。タカちゃん、船は朝のうちにするかい、昼のにするかい。朝のにします。それは朝がええじゃろ。昨日あるうちに広島へ着けんの。それじゃあ浜へ行くビンがあるし、切符は頼んど。すいません。 こいち、飯ばっかり何しとるんじゃ。ほら、船乗っちゃいけんぞ、危ないけ。そりゃ、しょうがないやつじゃ。ほいじゃ、行ってくる。 何年ぶりになるかの、 タカちゃんが広島へ行くのは。 あれから一度帰ったきりですけ。 早いもんじゃの。もうそんなんなるかの。昔のことは思い出すまいと思うても、やっぱりこの頃になると思い出すもんじゃの。私はもう忘れてしまいました。ほんまにの。タカちゃんは昔と変わらんようになりんさった。よう元気になって使わさったな。 おばさんのおかげですわ。自分のうちのように訳していただいて。広島行ったらどこへ泊まりにさる。幼稚園で一緒に働いとった森川さんの家へ泊めていただきますわ。母ちゃん、お父さん、お母さん、みんなのお墓はここにあるんじゃ。ここがもうあんたの国じゃけんの。 広島行ったら、早う帰ってきんさいよ。な。そうします。 先生の家はどの辺ですかいの。元の県庁の付近です。うちんでたんまりおっぱいを飲んでも取りんさい。皆さん、ここは広島。
Hiroshima です。1945年8月6日、この町の上空に原子爆弾が投下されました。あの日と同じように美しく流れています。美しい広島の空は今日もあの日と同じように美しく広がっています。あの日の広島の子供たちはふくふくと伸びてこんなに大きくなりました。あの日の焼けただれた土の上には家が建ち、草が生え、再び町が生まれました。なる役場所の顔を伝えてけ、早よ進む。行ってまいります。気をつけていけんさいよ。警報の間、お着せんと最初が行けんさいよ。あんたこそお着せんようにね。行ってまいります。中国軍艦駆逐令部発表。広島県。
んねん。忘れ物。ほらでしょ。慌てもんじゃね。銀行の石段に腰掛けて物思いに沈んでいた名も知れぬ人は強烈な放射線に焼き付けられて未だにここで考えています。こらえて使わない。岩さん、
目が見えんようになりましてよ。働けんもんですけ、恥に忍んで怖いなことをしております。少しも見えんの？薄ぼんやりは見えますけ。お家はあるん？うちっちゅうようなもんじゃありませんけど、あることはありますけ。今晩私を泊めてくれてんない？めっそうなお嬢さんなどの泊まられるようなうちじゃないんですけど。そんなことないわ。久しぶりにリアさんと話がしてみたいの。さあ行きましょう。お嬢さん頼みますけん、それだけはこらえてつかわさい。さあ行きましょう。あれですけど、リガさん、どうしてさった遅いの？ちょっとお客さんがあっての。あんまり遅いけ、飯は炊いといたけの。すまんの。待って使わせ、火をつけますけど。お嬢さん、入ってください。狭いところですが、辛抱して使わせ。上がらせてもらうわ。辛いとこですけど、聞いてください。こういうところですけど。皆さん一人ならこれで十分よ。お嬢さん、粗末なもんですが、ご飯食べてもらえますかの？いただくわ。私がしてあげましょう。そうね、わしはもう慣れておりますけ。今すごい座っとってください。リガさん、おかず持ってきた。すみません。おいでなさい。お客さん誰かい？わしが働いてきた石川さんとのお嬢さん。ごめんなさい。ええ人じゃねえ。くず拾いの母さんですがね、よう面倒見てくれます。そりゃいいね。お嬢さんが島の旦那さんのとこへ行かれましたが、風の頼りに聞いておりましたがの、皆さんお達者ですかの？おじさんたちみんなお元気よ。岩木さんとこの孝子さん、どうなさってたの？ありゃ南方から船になって戻りました。お嫁さんは？ありゃ、ピカの日に死にましたけ。お嫁さんには赤ちゃんがあったんでしょ？へえ。
来てらっしゃる。よかったね。もう七つね。どこにいらっしゃる？孤児収容所におります。どうして？わしが怖いな暮らししておりまして、これじゃ孫の肩身も背負うなりますけどね。太郎と暮らすこともできやしまへん。収容所の先生に頼んで特別の働いでもいてもらいたいな。お嬢さん、因果なことじゃ。わしのこの目がつぶれなんだら、太郎と一緒に暮らせますのによ。ピカがなけりゃ、怖いなことになりゃしませんのよ。僕のお母さんは、火山の死に死んだ。お父さんは戦争で死んだ。僕はおじいさんと二人になった。おじいさんは、火山で、ネクラになって、奈良県。8月6日が来ると、僕は、お父さんやお母さんのお墓へ行く。ここにいる子供たちのほとんどが戦災で孤児になったものばかりです。一度に20何万の人間が死んでしまったんですからね。広島には変に孤児が増えたわけです。昭和23年度の統計ではあれだけ戦災を受けた東京や大阪よりもこの広島の方が多かったんです。太郎君はあの子ですよ。今石を運んでいる一番小さい子です。ここは児童福祉法によって政府から出ている経営費とそれに共同募金とでやっているんですが、今の状態では一人当たり1日46円ぐらいの食費しか出してもらえないんです。主食に30円かかりますから、ギリギリの生活です。あそこを全部耕して子供たちの手で畑作りをしようと思ってああしてやらしているんですが、半分余りの土地では実際は何の足しにもならないんです。でも子供たちは元気ですよ。子供たちと一緒に何か事業を始めようと計画中なんです。今広島にどのくらいの孤児がいるんでしょう？さあ、あの当時から見ると原始病で死んだりよその家に引き取られたりして少なくなってはいますが、広島で分かっているのは500、600人ぐらいでしょうか。こういう社会施設が広島には6カ所あります。しかし収容所にいない孤児もいるんですから、正確な調査をすれば相当いるでしょうね。あれで大きな子はもう親のないことを割り切っているんですが、小さいのはかわいそうな時あります。元気でやったよ。そうですかい。元気でやっておりましたかい。ねえ、岩吉さん。へえ。太郎さんを私の姉妹連れてっちゃいけん？おじさんたち、ちょっと面倒見てくださると思うわ。私だって責任を負います。ねえ、どうさして。お嬢さん。
そればっかりはこらえててください。ハローを一人取られちゃわしの生きがいはないようになりますけれども。でもね、岩吉さん、ハローさんのためにはその方がええと思うの。よう分かっております。ご親切はよう分かりますがね、天にも地にもわしの身寄りは太郎だけですけれど、あれと別れちゃわしゃも生きちゃおれまへん。いつか一緒に暮らせる時もあるじゃろう思って、そればかりを頼りにわしゃ生きとるんですけれど。そんならね、岩木さんも一緒に島へ来ればええじゃないの。めっそうもない、何を言われますかいの。ねえ、そうしなさい。そがいなことができますかい。できやしまへん。岩木さん、岩さん、待って、岩さん。何べんも言うようじゃけど、ほんまによう来てくれちゃったね。あんたんとこへ泊めてもらうには泊まるところがあるって言うだけ。食べんさ、岩さんがかわいそうじゃけ。ほんまにね、長いことうちで働いてくれちゃったんじゃけ、他人のような気がせんけね。あんな暮らしをしとってんじゃ、なんとかしてあげたいと思うとるんよ。おかえりなさい。ただいま。あんた、お客さんよ。よ、お邪魔しております。幼稚園で一緒に働いとった石川さんよ。おう、まあ、よう来てつかはったな。ゆっくりしてつかはった。お風呂差しに入りさ。ちょっと失礼しますけど。あんた、ご飯まだでしょ。腹ペコだ。私たちはもういただきたいよ。月給は安いし、のんきもんだ。家言ったら多少ぼやいしたとこね。だから私が助産婦しとるんよ。旦那様、どこへ勤めてらっしゃる。市の衛生課、小屋組の監督なの。威張ってるんよ。広島の町は俺が掃除しとるんだって。あんた、おやつない？ちょっと失礼するね。旦那様のお給料するけ。どうぞごゆっくり。かましいな。毎晩あれですけど。でもいいね。盆踊りには懐かしい情緒があるけどね。広島に情緒なんかありゃせんよ。そんなものは吹っ飛んだじゃ。ね。今晩は特別サービスよ。あ、いらいら。ちょっと出かけるんじゃけ。帰ってる。またヘボ将棋。ヘボとは聞き捨てならんねん。暗いしやな。
今度生まれたのはやろうかい。五人目だからな、待ってるらしい。そう、ほんまにくださるんかしら。子供もらうんよ。こいつがダメなんです。でもまだわからんのでしょ。いや、もう決まってんです。医学的にちゃんと証明されてるんだ。原爆で子供が産めるようになった。その相談で暗いのに行ってくるよ。もらうなら早い方がいいじゃない。そうね、じゃあ早い行ってくんと。お茶お茶。あ、善は急げ。うん、じゃあちょっとごゆっくり。いってらっしゃい。なくせにせっかちなんよ。子供みたいな人じゃけ。子供ができんこといつわかった？2年前よ。一時は悲観したんだけど、でも物は考えようじゃけんね。あの日に死んだ人のことを思ったら、生きてるだけまだ幸せの方よ。そうでしょ。お前には仕方がないね。私のような例は前なんだもん。運が悪いのよ。幼稚園の子供は3人生き残ったと知らせてくれたでしょ。うん、今度出てきたのはその子たちに会いたいと思ったんよ。ところ知っとる？ええ、知っとるよ。みんな元気らしいよ。あ、写真があるんよ。うん、よ、都会で焼け残ったんよ。毎日一緒に遊んでたんだけ、忘れよう思っても忘れられやすいし。思い出すね、あの頃。本当に忘れられんね。子供たちのところを回ってみるけんね。みんなきっと喜ぶわ。私も一緒に行きたいんだけど仕事があるけん。よろしくね。最初に三平ちゃんのところ行ってみようかしら。Oh, no.
までに帰ったか。マジでだ、早く行ってこい。けんげな。お父ちゃん、お父ちゃん、早く来た。水、お父ちゃん、お水だ。なんて、どこにいるんじゃ。あの病気はいつ出るんやら分からんげな。やっぱりいい展開な。気の毒にな、気の毒にな。お前さん、お父ちゃん。どなたですかいの。三平さんが幼稚園の時の先生をしておりましたもんですけ。うちの人が生き返りますか。死んだ者はどうにもならず、お前さん、なぜ死んだんじゃ、なぜ死んでしまったんかいの。Thank you.
さんがいらっしゃるとお聞きしましたのでお伺いいたしました。私以前に幼稚園で知ってたもんですから。それはようこそ。いいところへ来てくださいました。どうぞ会ってやってくださいませ。あの子はもういつ死ぬかわからないのです。原爆症というのでしょうか。急に悪くなりましてね。本当にいいところに来てくださいました。どうぞ。覚えとってくれちゃったね。はじめ大変と思いましたけど、でもすぐに先生だと分かりました。と前からここにいる。はい、もう6年になりますけど、ここの牧師さんがあの日私を拾ってくれちゃったんです。それからずっとここにおるんです。お父さんやお母さんはみんな死んじゃったの。いいね先生、お父さんやお母さんのためにお祈りしようと思ってここへ置いてもらうことにしたんです。でも今では原爆で死んだたくさんの人たちのためにお祈りしています。こうして寝ていて毎日お祈りしています。いつまで平和が続きますよう神様にお願いしています。いいことしてらっしゃるわ。偉いね。ねえ先生、戦争が悪いことはうちが知っとるような気がするんです。戦争は惨めです。先生、
歌って。どんな歌？先生がいつもお昼の時間に座ってくれちゃったでしょ、あの赤いお船の歌。よう覚えとるね。もう一度あれが聞きたいんだけど。じゃあ歌いましょうね。痛いけど、でももう行けないかもしれません。死ぬかもしれないですね。それでも今、お父さんやお母さん流してあるところ行けるんですか。あれば嬉しいけど、会ってみればたまらんことばっかりね。原爆の悲劇は時間が経てば経つほど広がるね。本当に恐ろしいね。もう一度どっかでこれが使われるようなことがあった、思っただけでもゾッとするわ。私のここにもガラスのかけらが入ってるね。触るとコリコリ音がするの。でもね、これだけはいつまでも残してきたいの。8月6日を忘れんようにね。あ、先生、早く来てください。乗りますけ。はいはい、待っとったんよ。お娘に頼みますけ。自転車出しますけど。じゃあちょっと行ってくるけど、子供が産めんのじゃけ、せめて人のお手伝いでもせんにゃね。先生、早う。今すぐ、おそうなるけ、さっき休んどいてね。行ってらっしゃい。
トさんいる？何の？よう来てくださいました。兄ももうすんかありますけん。ちょっとウェノ兄ちゃんオーバー行ってるんだよ。こ、うん、の兄ちゃんは高等学校だよ、うん、お父ちゃんにお母ちゃんは原爆で死んじゃった。お姉ちゃんはお母ちゃんたちと一緒にいたけ、家の下敷きになって足を怪我したんじゃ。どうぞ。すぐ失礼しますから伺いますね。先生、止まってきめ。本当に止まってってください。そんなことできませんわ。でも兄に会って使わさえ喜びますけ。兄ちゃん、もうすぐ帰るよ。平太ちゃん。英子だけ角の魚屋さん行ってね。うん、刺身もらってくんだぞ。行ってくるよ。先生、帰っちゃいけんよ。母がないんですからね。先生の来られたのが嬉しいんです。お元気でええわ。ただいま。兄が帰りました。お帰りなさい。何をしてるんだ。早くしたくはせんかい。平太が言ってた幼稚園の先生よ。おう、平太が元気かどうかわざわざ訪ねてくれちゃったの。それはどう。平太の兄、どうもありがとうございました。ああ、今日はこいつの嫁入りの日でしたよ。兄さん私の家にとっちゃ終戦以来のめでたい日です。今日
今日来てもらったっていうのも何かの因縁でしょ。まあちょっと一緒にいようってやってください。竹風呂行ってくるよ。はい。先生もいかがです。あ、一緒に行きましょう。うちは風呂がないもんですって先頭ですよ。一風呂浴びてくつろいでてください。さあ行きましょう。先生、先生も行きなさるよ。タオル出してあげて。風呂は川向こうな。よう戻って戻ったと思うとおります。ほっとしたんです。先方の田中さんが兵隊行かれる時に帰ってきたらと結婚の約束だけはできたんですが、あの日に竹江は木の下敷きになって足を怪我しましての、かわいそうなことになってしもうた。竹江もわしらも結婚のことは諦めてしもうとおりました。田中さんが生きて帰られても結婚しちゃもらえんもんと諦めてしもうとおりました。よかったですね。それがの終戦の明くる年に田中さんが復員されました。一番先に家へ訪ねてこられまして、約束通り結婚すると言うてくられました。私はその時思わず手を合わせて田中さんを拝みました。その時私は生きとってよかったと思いました。世の中には何もかもいけんことばかりじゃありません。信頼できるあったかい気持ちの人もおりましてな。田中さんはその時条件を出されて向こうを5年間待ってくれ言われました。何もかも焼けてしまった上仕事もないんです。5年の間に竹を迎えることのできる生活の基礎をこしらえる言われたんです。その5年が今日やってきたんです。よかったですね。よかったです。本当によかったです。父や母も喜んでくれてると思います。最後の乾杯をしよう。おめでとう。長いことご厄介になる。お前こそようやってくれたな。よしおさん、お元気で。うん、姉ちゃんも元気で。せいたちゃん、兄ちゃんたちの言うことよく聞くんよ。
出かけようや。お幸せをお祈りします。はい、ありがとう。あそこまで行ってみよう。先生と寝ましょうね。先生がもっといい話をたくさんたくさんしてあげるけんね。いや、きっとあんたの考えが変わりやせんかと思って帰る前に寄ってみたいね。太郎さんを私に任しなさい。おじさんたちはええ人だし、お子さんもたった一人なんよ。自分たちの子供のように育ててくださると思うわ。太郎さんの幸せのために思い切って捜査してよ。一緒に行ってもええんよ。あんたも一緒に行きましょう。お嬢さん、わしはあのこの間もそのお言葉を聞いた時、うちへ戻っての嬉し涙に泣きましたね。うちで長いこと働いてくれちゃったんじゃな。今になってあんたの面倒を見るのは当たり前のことじゃけんね。それでもどうもお嬢さん、太郎を連れて行くのは何としてもこらえてつかんさい。それじゃあわしは一度は俺はね、こらえてつかんさい。何としてもこればっかりはこらえてつかんさい。ごろとんじゃ。いや、ひさん、もうええわ。あんたの気持ちだってわからんことないよ。もうええの。お嬢さん。
残酷ですね。私こそ無理を言って、そのうち気が向いたらお手紙ちょうだいね。いつでも迎えに来るけんね。まっすぐに帰られますかね。もう一度うちの後へ寄って、明日朝の船で帰るわ。わしが小がいなことをしとったちゅうことは、島の旦那さんには言うて伝わさんなの。ええ、さよなら。ええ、岩さん、みんな聞いてしもうたよ。わしゃの涙がこぼれてしもうた。ええお嬢さんだと。それがのお前さんの切ない気持ちはようわかるんじゃが、太郎ちゃんのためを思いやり、島へ連れてってもらおうた方がいいと思うがの。お前が暮らしをしとったんじゃ、君ばっかあせるばかり。太郎ちゃんと一緒に暮らせるのはいつのことやらの。わしゃ小じきじゃ。ならお前なんじゃクズやじゃろうが。わしゃ太郎と暮らすんじゃ。誰が何ちゅうても太郎と暮らすんじゃ。わしのこの気持ちがお前らに分かるかい。よう分かっとるんじゃ。わしにも嫁もおったし、まんまあったんじゃ。そんなら、そんならもう言うな。この先どんだけ生きるつもりじゃ。ピカでやられて体もひどい弱っとるじゃろう。いつ死ぬことやらわからんのじゃろう。太郎ちゃんと暮らずにしても何も暮らされへん気も。考えてみんじゃ、よう考えてみんじゃ。人間いつまでも生きられてんけの。なんぼでも生きるんじゃ。子がいな姿、この顔を世間の人に見てもらわんやろ。まあよう分かるんじゃがの、岩田。わしらどうせもそう、なんぼは生きられんのじゃけ。お父さん、お母さん、また来ます。しましたけ、太郎ちゃんを連
れてって使うんだ。まあそう、わしゃ太郎ちゃんを連れて言いますけ、はよ小屋へ戻って使うんだ。よう決心してくれちゃったね。もう何にも言わない、よろしくお頼み。岩さん、戻ったで。太郎ちゃん、はい、おはようでんて。じいちゃん、ようか。うん、ちょっと話があるんじゃ。まあな、おじいちゃんがの、昔働いとったおしのお嬢さんじゃ。こんにちはせ。こんにちは。お嬢さんのおちゃんの、瀬戸内海なの、きれいな島にあるんじゃ。とてもええとこじゃ。どうじゃ太郎、お嬢さんのうちに行かんかい。一緒に行きましょうね。おじいちゃんも一緒に行かん。おじいちゃんは後から行って、太郎だけ先に行ったってくれ。太郎ちゃん、そうしましょう。お姉ちゃんとお船に乗って行きましょうね。そうせ。おじいちゃんも死んでなきゃじゃ。わしもすぐ後から行くんじゃけ。嘘だ、一人じゃ行かんよ。じいちゃんと指示なきゃ行かんよ。太郎。太郎ちゃん、そんなにおじいちゃんも後から行けんたるんじゃけ。先行っとりんせ。嘘だ嘘だ。太郎、太郎。英語じゃの、な、言うこと聞いてくれよ。お嬢さんと一緒に行ってくれ。やだやだ。太郎、言うこと聞かんか。行く、行かんのか。どうするんじゃ。太郎、どうするんじゃ。おじいちゃん、どうならんで、どうならんで、おじいちゃんと一緒にいる。よしよし、もう泣くな。どこへもやらせんけ、どこへもやらせんけ。今晩どこへ泊まられます？友達の家へ泊めてもらうわ。そりゃどこですかいの？ここの先の裁判所の真裏です。森川という家です。そいや、うまへんことでしたの。太郎ちゃん、さよなら。お願いしますけ、すんまへんがの、ちょっと手紙書いてもらえまへんかの。
そりゃあの、太郎はよう勉強するから。え、ええじゃろ。お口が大きかったんだ。こんばんはごっそうだよ。大きい魚じゃろ。なんていう魚かな、クリア。ああ、なんじゃろ。食べようか。久しぶりに太郎と一緒に飯を食うんじゃけえの。今晩はごっそうしたんじゃ。うまいか。うん。用心せんと骨が抜けさせるぞ。ご飯ついてやろうか。ヘロ、みんなつぶて。なんぼでもくれ。ご飯はあるけど。うん。太郎は収容所では誰と寝てるんじゃ。どこ寝たら。もう寂しゅうないか。うん、なんともない。そうか。太郎は偉いけど。おじいちゃんが死んだら、太郎はどうする？いや、全然なんともない。そう。あ、もう食ったのか。うん、めっちゃ食うた。え、いや、なおこの靴は。なんじゃ、まだ履いとるのか。うん、今晩は履いて寝る。太郎。うん？ちょっくらお使いに行ってくれんか。うん、どこへや。今日来たお嬢さんのとこへね、手紙持ってってくれ。明日行くよ。今晩でなきゃいけんのじゃ。明日の朝早うお嬢さん市内にされてる。道がわからんよ。道はわかっとるよ。ここ出て広い道路へ出りゃすぐ裁判所じゃ。その裏手行って森川中級級はすぐ分かる。寂しいな。頼むけ行ってくれ。この靴履いてってもいいか。手紙はこれじゃ。行ってくるよ。太郎、森川中級だぞ。うん、言うてみ。森川。よしよし、気をつけていくんだぞ。安子さん、お前たちの太郎は言ったけど、thank you.
でも食べなさい。まだまだあるんよ。前、ある。あのね、太郎ちゃん、絵を見ましょうね。そうそう、絵本があったんよ。おばちゃんと絵本を見ましょうね。お嬢さん来てくれちゃったよ、太郎ちゃんも。岩木さん、私よ。お嬢さん、太郎のことは止めますよ。太郎ちゃんのこと安心して、安心してね。太郎どこにいる？ここだよ、おじいちゃん。太郎、元気でのよほ言うことを聞いてのかわいがってもらうやの。おじいちゃん。お嬢さん、わしのこの体の病院に入院してってください。冬になりゃ火傷の跡が針刺すように痛なる。
この殻みんなによう見てもろてください。岩さん、じいちゃん、岩さん、動物先生よ、太郎ちゃん行ったけな、わしゃ見送ろうと思った。別れがつらいけな、なんだか元気がなさそうね。無理はないって。太郎ちゃん、元気で行きなさいね。うん、おじいちゃんも一緒に行くんだ。そう、いいね。おじいちゃんに海を見せてあげなさいね。うん、戻りましょう。さよなら。さよなら太郎ちゃん、さよなら。さよなら。Thank you.